兵庫県道523号園田一宮線は、兵庫県市総市、山崎町園田と、同市一宮町浅香を結ぶ一般県道である。山崎町中央部の関野谷、伊沢谷、橋子谷、あたい谷を横断的に結ぶ路線であるが、そのゆえに、大部分が未整備で通行不能区間となっている。山崎町あたいは、山和伊保川に囲まれた地区で、 地域へは山崎町、清野地区経由で伊保川を橋で渡るか、値の道門と呼ばれる川沿いの強いなトンネルを通るかしかないが、伊保川が氾濫すると、これら二本の道は沈み、たびたび陸のことを溶かすことがあった。これを解消すべく、原ルートのバイパス路線として建設されたのが良いいトンネルであり、良い地区から山崎町、大地区の国道29号を結ぶ。 2007年11月14日に貫通式が行われたが、既発油税の暫定税率執行で2008年度に数ヶ月間工事が中断し、2009年3月21日に共用開始された。開通とともに路線変更が行われ、あたから先、市の宮町島田までの区間は指導に格下げとなった。あの土門車一台が過労通れる幅である。 かつてはトンネルはなく人々は巨岩の横の木製の桟橋を命がけで通った。ありがとうございます。